ターダムのベルトはユニットをもっと輝かせるためのもの。戦って分かり合ったというけれど、まず、スターダムで戦いをしているってことに鈴選手はどう捉えてらっしゃるんですか。まあ、スターダムに来たあのは、私のところがあるかな、別人みたい。一番はどういうところでしょうか。だから私に勝ったみたい、こいつは、まあ、だから今というのは特別な感情を沸き起こすものなのかもしれませんが、回る回るマライアは大江さん、やはりより解きますね。いや本当そうですね、リングでね、はい、特にいますよ。そうですね、あの白いベルトを白川が落としてどん底にいた時にしようよゴッデスにと。そうマライアはマライアなりにね、はい、この日本今白川と飛び込んだ、網組相手に成功しています。まあ、ここはダブルアームの体勢でしょう。躊躇はありません。寄せも73センチ、そこに見せ、まあ、大江さん、はい、まあ、あのと夏木は2人が戦いを経た後でもあり、まあ、それをチームとも上回っていかないことには守ること、ベ、ルトを出し、あのはだから硬い部分出ますから、あれは脳にもダメージありますよ。脳が揺れるわけですよね。そうですね。あ、そして綺麗な対戦もありました。大変じゃないですか。いやすげえよ、タフだろう。何精神的にもですよねこれ。本当ね、いやこのですから、はい、この守らなきゃいけないところもこの中で勝ち上がっていかなければ、スターダム、わあ、強いマライア・メイの戦法戦略かと思えばこうやってとハイキックに蹴るよ。読んでましたよね。そしてアノが飛び込む。室崎割りとここでくくれない。そしてと見えませんか。はい、殺せないようにする。マライア何持ってるか。力。マライアが後ろからやってきた。うわいが。やっぱりね、マライアは本当に、穴が今見当たりませんよね。うん、強いがすごい、ね、そのまま、ああでも回ってくると、ね、なかなか大きいから難しいけど、ま、ですよね、まあ、グッドマッチですよね。あうわその後、の方もおお返してくる対空時間、すぐさま